本女優と平井国務大臣就任会見時の平井平井拓也は日本の政治家、自由民主党所属の衆議院議員、自民党香川県連会長、内閣府特命担当大臣を歴任した、参議院副議長や郵政大臣を務めた、元参議院議員の平井太郎は祖父、元労働大臣の平井隆は父、四国新聞社社主、平井厚子は母、 四国新聞社代表取締役 CEO、平井隆二は弟、妻と、次男、和目、衆議院議員選挙区、香川県第1区当選回数、6回香川県、高松市出身、高松第一高等学校、上智大学外国語学部英語学科を卒業、1980年上智大卒業後は電通に入社する、1986年に同社を退社、その後、 1987年11月より1999年まで西日本放送代表取締役社長。1993年11月に丸亀平井美術館を設立、館長に就任。1995年4月より親族が経営する高松中央高等学校理事長を務めた。百九十六年第十一回総選挙に新進党公認で、 香川1区から出馬したが、自由民主党公認の現職、藤本隆夫に敗れる。続く2000年の第42回総選挙でも再び、香川1区から出馬。無所属ながら自民党加藤派の支援を受けたことに加え、民主党、自由党が公認候補を擁立しなかったこともあり、自民党公認の藤本や社会民主党公認の現職、加藤茂明を破り初当選。 当選後は森田健作が代表世話人を務める21世紀クラブに入会。2000年の第2次森内閣不信任決議案をめぐる加藤の乱では不信任案に反対票を投じ、同年に自民党へ入党。2003年の第43回総選挙では初めて自民党の公認を得て香川一区から出馬し、民主党新人の小川敦也らを破って再選。 なお前回香川一区で議席を争った藤本隆は比例四国ブロックに転出して落選、政界を引退した。続く2005年の第44回総選挙でも小川原を破り参戦。直後に発足した第三次小泉改造内閣では内閣府大臣政務官に2007年8月に発足した安倍改造内閣と続く。 福田康夫内閣では国土交通副大臣に起用された。また2008年8月には自民党政務調査会副会長に就任した。2009年の第45回総選挙では香川一区で小川に敗北したものの、超福利候補していた比例四国ブロックで復活し、4選。選挙後には自民党候補戦略局長、IT 戦略特命委員長に任命され、同年9月には 自民党ネットメディア局局長となり、合わせて自民党ネットサポーターズクラブ代表を兼任することになった。2011年9月、自民党総務部会長に就任した。2012年8月頃に、松野来宮、松並健太、小熊新次郎長党派の国会議員と共同で、同州制型統治機構研究会を発足。 同会参加者の大半は日本維新の会の結成に加わったが、平井は自民党に残留した。同年9月に行われた自民党総裁選では、林義正の推薦人に名を連ねている。同年12月に執行された第46回総選挙では、前回敗れた小川を香川一区で下し、5選。直後の国会で衆議院内閣委員長に就任した。2013年10月に、 内閣委員長及び自民党、ネットメディア局長、自民党、ネットサポーターズクラブ代表を退任し、自民党、IT 戦略特命委員長に復帰した。2014年12月に執行された第47回総選挙では、香川一区で再び小川を下し、6選、2017年10月に執行された第48回総選挙で、7選、2018年10月に発足した第4次。 安倍改造内閣で内閣府特命担当大臣情報通信技術政策担当として初入閣ネット選挙解禁編集選挙活動におけるインターネット利用の解禁に向けて自民党で中心的な役割を担ったネット選挙解禁の議論にあたってはソーシャルメディアは日々進化している本日出された議論に加えセキュリティやコストなどの問題も踏まえ 先に提案した自民党案をもう一度点検することから作業を始め、短期間にできるだけ多くの議論をして取りまとめをしたいとしている。さらに解禁後はネットを利用した選挙分析などにも力を入れた。自民党のネットメディア局長として SNS などを分析し、毎日いろんなことが起きることに対して世の中がどう考えているかつかむという意味で、ネットは 割と早く反応してくれるので、それに対してこちらも早く情報をつかめるとして、政策に対する共感や反発が日々どう変化しているのか読み取り、街頭演説等の内容に反映させるなどした。また、最終的に自民党は、インターネットで投票ができる社会は、本人確認さえきっちりとできれば、可能だと考えている。そういうシミュレーションも今回のプロジェクトの中には、入っている。 として、ネット投票の可能性も言及している。IT 活用や、サイバーセキュリティ、編集2015年1月9日に、全面施行された、サイバーセキュリティ基本法、制定の中心人物、とされている。法案の制定の目的については、一番大きなのは、日本の次の時代のチャンスを消したくないという思いと述べ、IT は変化のスピードが早いので、 これまで法律面が全く追いついていなかった。ただ、グローバル情勢を鑑みたとき、今このタイミングで何とかしないと日本は将来大きなリスクを抱え込んでしまうことになる。それで、IT 基本法を補完する形で、サイバーセキュリティ基本法を議員立法として手掛けたとしている。さらに、インタビュー記事において高齢化対策として、IT を活用が必要だとして、 労働人口が減るハンデを IT の利活用でどう克服するかが一点です。もう一点はサイバーセキュリティが産業化する過程でコンプライアンスとしての保険業務が成立しないといけないということです。最近起きたベネッセコーポレーションの個人情報漏えい問題のように変化する時代に対応するリスクの軽減策がビジネスチャンスにつながると述べている日本国会議員連盟 日本キューバ友好議員連盟、日中友好議員連盟、日本パナマ友好議員連盟、日本アルバニア友好議員連盟、日韓議員連盟、日華議員懇談会、日本メキシコ友好国会議員連盟、日本スペイン友好議員連盟、日本 EU 友好議員連盟、日独友好議員連盟、日本マダガスカル議員連盟、日本エストニア友好議員連盟、 日本欧州評議会友好議員連盟、日本アフリカ友好議員連盟、日本地理友好議員連盟みんなで、靖国神社に参拝する、国会議員の会、北朝鮮に拉致された、日本人を早期に救出するために行動する、議員連盟、平和を願い真の国益を考え、靖国神社参拝を支持する、若手国会議員の会、憲法96条改正を目指す、議員連盟、 アジア戦略研究会開事振興連盟、漁港漁場漁村整備推進議員連盟、プレジャーボート利用適正化推進議員連盟、有機農業推進議員連盟、海岸保全整備推進議員連盟、海上保安議員連盟、日本の農産物等の輸出を飛躍的に推進する会、漁業経営支援政策研究会、大陸法調査推進議員連盟、都市農業研究会、 自由民主党農村基盤整備議員連盟、桜振興議員連盟情報産業振興議員連盟、コンピュータ会計推進議員連盟、コンテンツ産業振興議員連盟、自由民主党インターネットメディアリ活用推進議、スーパーコンピュータ推進議員連盟、地方政府 IT 推進議員連盟、自民党タバコ議員連盟、自民党タバコ特別委員会、 黙々会、アジアアフリカ問題研究会、イカ族議員協議会、LPG 対策議員連盟、文芸芸術振興議員連盟、生活衛生議員連盟、環境保全議員連盟、看護問題対策議員連盟、国際観光産業振興議員連盟、行政処置制度推進議員連盟、軍運議員協議会、下水道事業推進議員連盟、国防議員連盟、 小規模企業税制確立議員連盟、自由民主党消防議員連盟、獣医師問題議員連盟、商店街対策議員連盟、自動車議員連盟、自由民主党自動車整備議員連盟、浄化層推進議員連盟、住宅対策推進議員連盟、全国保育議員連盟、国産村振興連盟、世界連邦日本国会委員会、宅地建物等対策議員連盟、 中古自動車議員連盟、ボーイスカウト振興国会議員連盟など、多数に2017年7月10日に行われた、加計学園問題の集中審理について、参考人として出席した、文部科学省の前川喜平、前事務次官に対して、嫌いは、前川さんが流出させたのではないかと言われている。まさかそんなことはないですねと質問したが、前川は、お答えを差し控えたいと述べ、 否定も肯定もしなかった。さらに平井は一体はないとか、その手の話が多い。国民が知りたいのはこの政策は本当に正しかったのか、国民のためになるのかだ。その上で、前川参考人の答弁が安定していて、理路整然と話している。なおさら思うのは、なぜ事務次官の時にもっと自分の職責を全うして仕事をされなかったのか、やめてからいろいろ言われるのは、 違和感がある。前川さんほどの能力のある方なら、もっと違った仕事ができたと思うと述べた。ありがとうございます。